アンディ・レオポールド・ドレビは、ユダヤ系のフランスの画家である、宗教や神話を題材にした絵画を描いた。フランス北部のナンシーで、刺繍職人の息子に生まれた。パリのエコール・デ・ボザールで、フランソワイズ・アール・ピコや、アレクサンドル・カバネル、ウジェーヌ・フロマンタンのスタジオで学んだ。1865年にサロンド・パリに初出展し、一等のメダルを受賞した。 1869年の作品でも賞を得た。1872年にレジオンドヌール勲章を受訓した。壁画の依頼も受け、1851年にパリのサンメリ教会にパリのディオーニュシウスの生涯の場面を描いたのをはじめ、パリのパンテオニアディジョンの施設の壁画を描いた。レジオンドヌール勲章の受賞者であっても、ドレフィウス事件後の反ユダヤ人の風潮は、 レビに対する絵画の依頼を減少させたが、サロンへの出展は1903年まで続けた。この頃フロマンタンと中東へ旅し、オリエンタリズムの作品を描いた。美術教師としても働き、レビが教えた画家には、ジョルジュエ・エルボ・ワスリエ、アンディ・ダバディ、デュイサ、ビダル、ウジェーヌ・トリゴールラがいる。ありがとうございます。